はい、どうも、ゆたです。今回もガレージ山郷さんのとこに来てます。実はクラッチを今回は交換します。今回こちらの小倉の ORC の559メタルツインダンパー付きに変えたいと思います。ちょっともう純正がパワーバンドのちょっとインターセプトで一番トルクかかるとこだけ滑るんで、ちょっと多分もう許容がオーバーしてます。せっかくなんでちょっとクラッチの重さなんですけど、純正が 17.1kg です。フライホイールも込みです。ベアリングもで 12.7 4.5kg ぐらい。さっき5でしたっけ、 17.1 でしたっけ5kg、 4.5kg ぐらい。 12.7 でしょ。 12.7この重さでミッションのジャラジャラ音を聞いてるんだって、はいはい、だから、あえて重いんだって。あ、そうなんですね。4.4kg 4.4kg ってでも結構違いますよね。結構違う。からのレーシングコンセプトこちらが噂のレーシングコンセプトなんですけど、10.8 というかなりの軽さです。はい、ですね、聞こえるかなこの音。今山郷さんのところから車を受け取りました。で、無事に車検も終わって、あとクラッチ、車検無事に、無事に終わったけど、ちょっと一つがあったんだけど、終わってクラッチですよ。小倉 ORC の 559D メタルツインです。はい、すごい音がすごい。まず、いや、最高だね。ちょっとまだそんなに今鳴らし中だから、そんなにまだいろいろ試せてないんだけど、発信はね、意外とやっぱり、昔のその強化クラッチっていうのも乗ったことないからわかんないんだけど、多分今のはだいぶ乗りやすいって言われてるらしいんで、別に普通に乗れるんですけど、とは言いつつ2回ほどもうエンストしました。なんか、昔の癖というか、純正の時の癖みたいに、アクセルを煽らないでちょっと動かしたりしようとすると、やっぱ結構、エンストします。はい。で、まだ鳴らし中なんで、ちょっと街乗りで、500キロぐらいは乗ってくださいっていう感じらしいんで、鳴らしって、その半クラの時の、一番そのすり減る時が一番鳴らしになるんで、もうクラッチくっついちゃって走ってる時は別にっていう感じだと思うんですけど、はい、こう踏んだ時の音聞こえるかな。今踏んでんだけど、外からだとすごい聞こえるんだけど、室内だとやっぱ結構そうでもない。はい、そしたらね、外からクラッチの音をね、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、聞こえたかな、こんな感じです。そうで、あのね、たまにガクンってなっちゃうんだけど、あの純正、あの純正と比べたやつ、あれ GVB の純正なんですけど、 4.4 キロぐらい軽かったんで、でフライホイールが軽い分、多分その回転の落ちが早いんですよね、ドロップが、おそらく、あの乗ってる感じだから、今までちょっとワンテンポ待ってこうクラッチをつないでたのが、もうスパッと切ってギア入れてスパッてこうクラッチ離して戻さないと、あの回転数が合わなくてダゴンってなっちゃう、回転数の落ちるのドロップが早いね、早いです。でこのガラ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 って言ってんのは、あのクラッチ変えたからっていうのもあるんですけど、あの元々ミッションマウントとかエンジンマウントとか、あとリアディフマウントも入ってるんで、それの影響で駆動系がグワーって言ってるのもあるんですけど、音はもうだから排気音とか吸気音っていうのは聞こえない、もう駆動系の音しか聞こえない。まずいねこれ、ファミリーカーじゃないよ、もうレーシングカーになってきちゃってるよ。でこのね、あのガラガラシャラシャラっていう音は、あのよく見られます、歩いてる人に早速なんだこいつみたいな感じに見られますちょっと恥ずかしいっていうのもあるけど、はい、っていう感じで、ちょっとね、踏んだ時の音もね、なんかね、ミャーっていう、なんかすごい音するから、ちょっと聞いてほしいんだけど、渋滞しててちょっとブワーって踏めないんだよね。マウントの音っていうのもあると思うんだけど、これすんげー渋滞してるよ、16号。クラッチ鳴らしには最適かもしれないけど、帰るのだりー、こっから朝、僕横浜市内ですけど、自宅が7時前に出たのに、山郷さんとこ着いたの9時40分ぐらいだったの。すげえ、3時間弱ぐらいかかったの、いるままで。いや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 、あ、そうだ、あとあの空ぶかしの比較の後でちょっと撮ろうかな。吹き上がりの違いをちょっとね、撮っておこうかなっていう。他にもね、YouTube でね、ちょっと見たんですよね、クラッチを同じのに変えてる人。その人もなんか撮ってたんで、ちょっと自分も撮ってみようかなっていう、ちょっと真似をします。ちょっと3000回転ぐらいで吹かしますか。むずっ！500回転になる。次5000ぐらいを目指そう。4500ぐらいになっちゃ3000回転と5000回転でノーマルの時やったんで、今回もちょっとやってみたいと思います。むずいな。5000。
感じ変わったかな。はい、って感じです。声がどんだけ入ってるかわかんないんだけど、声聞こえてますようにっていう感じです。はい。で、今、戻って、横浜まで戻って、金アド戻して、ミラー戻して、ケインフック戻して、あと、クラッチフルードのエア抜きもちょっとやっぱりもう一回エアで抜いたんだけど、オペチンやっぱりこう、逆さまにしてもう一回負圧で抜こうかなって思ってるんで、それをちょっと今から帰って、今もう12時半だけど、2時ぐらいかな、着くの。で、そっから作業をなんとか終わらせて、ちょっと仕事が忙しくて、もう年内最後の今日休みなんで、できるだけ終わらせて、年を明けたいと思います。はい。という感じで、以上です。はい。Yeah.